クレマンティーヌ・ノヴェレーヌ・デュフォーは、フランスの画家である、ジロンド県のカウンサックで生まれた。1888年に美術を学ぶために両親とパリに移った。アカデミー・ジュリアンで、ウィリアム・アドルフ・ブグローや、トニ・ロベール・フルーリー、ガブリエル・フェリエールに学んだ。1893年にサロンド・パリに初めて出展し、その後も出展を続け、フランス芸術家協会の会員になった。 1898年に奨学金を獲得し、スペインで修行し、写実主義、印象派のスタイルから、より装飾的なスタイルに変わった。1900年のパリ万国博覧会では、記念絵はがきをデザインした。1903年に創立された、サロンド・オトンヌには創立メンバーとして参加した。J.H. ロニーの SF 小説や、シャルル・デュレンヌ、 ピエル・バルダーニュの著書の挿絵を描き、フェミニスト新聞、ラフ・ロンドの挿絵も描いた。1909年にレジオン・ドヌール勲章を受訓した。パリ、ソルボンヌの建物の装飾画を描いた。1920年に南フランスのアンティーブに移った。ガンでパリで没した。ありがとうございます。